美です。今日はニットのリメイクを紹介していきたいと思います。じゃん、流行の編み上げニットを作っていきます。それでは DIY スタート。ニットは編み目がキツキツすぎないちょっとゆるっとしたものを用意します。4メートルのレースを用意して2メートルずつにカットして使います。こちら100円均一のダイソーでゲットしたものです。そしてゴム通しを使っていきます。片方の袖に2メートル必要なので、まずは2メートルずつ2本のリボンを切って作ります。ニットの袖をぴったり半分にきれいに折ったら、ゴム通しにリボンを通して結びます。取ったり結んだりを繰り返すので、そこまできつく結ばなくて大丈夫です。早速リボンを通していきます。袖の内側から手を入れて、リボンを通したいスタート地点を決めてリボンを引き出します。反対側のスタート地点も通していきたいので、一度またゴム通しを結び直して、こちらもスタート地点を決めて一気にリボンを通します。リボンをきれいに通すコツは、いちいちこのリボンのねじれを取りながら通していくことです。こうしてスタート地点がどっちも決まります。ここからは靴紐を通す要領で、リボンがバッテンになるように通していきます。リボンやレースを選ぶときは、実際にニットを手芸屋さんやその百均などに持って行って、どんな素材が合うかなっていうのを実際に照らし合わせながら購入すると、可愛いデザインに出来上がると思います。今回は編み上げのリボンがバッテン3つ分になるように通していきたいと思います。ひたすら通します。頑張れ。3つ分斜めにリボンを通したら、今度は反対側のスタート地点から綺麗なバッテンができるように通していきます。リボンがね、こう若干いちいちぐるぐるねじれるんですが、これを毎回細かく直しながら通していくことが、可愛いニットを作るコツなので、ぜひねじれは気にしながら通していってください。ちなみにこちら、袖の中に手を通しながら縫わないと、反対側の下の生地まで一緒に縫っちゃって袖通らないわっていう事態が起こりうるので、ぜひ気をつけながら縫っていってください。一番上までリボンを通したら、最後はバランスを整えながら綺麗なリボン結びを作ります。これで片方の袖は完成です。反対側の袖をやるときは、こう2本の袖をぴったり合わせて、リボンを通し始めるスタート地点がだいたい同じになるように通し始めると、左右対称の編み上げリボンを通すことができます。最後に綺麗にこちらもリボン結びをしたら、ノーマルなニットがレースアップのニットに変身しました。簡単なのでぜひ試してみてください。以上が編み上げニットの作り方でした。今回はレースを通してみたんですけど、リボンを通してみたりだとか、革紐っぽいものを通してみたりだとか、オリジナルでぜひ作ってみてください。私のチャンネルをまだ登録していない方は、パソコンからご覧になっている方はこの右下の登録ボタンから、スマホからご覧になっている方は下の赤いチャンネル登録ボタンからチャンネル登録もよろしくお願いします。ビデオを最後までご覧いただきありがとうございます。また次のビデオでお会いしましょう。石井亜美でした。